はい、こんにちは、レトスの小野です。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと2日となりました。理解学習を実践して今年絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導の詳細およびお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご覧いただけます。あなたの受講をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であった。そして C が B に催告をしたが B は追認を拒絶した。無権代理人行為について C が善意無過失の場合 C は無権代理人 A に対し B 所有の土地の引き渡しを求めることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、これ丸ですね。B が本人で A が無権代理人。で、C が相手方です。で、今回相手方っていうのは善意無過失ということですね。つまり、A が無権代理人であることを過失なく知らなかったという状況です。で、本人 B が追認拒絶した場合、善意無過失の相手方っていうのは、無権代理人 A に対して契約の履行請求または損害賠償請求をすることができます。よって丸なんですね。で、これ実は、これ普通に考えると当たり前の話なんですね。で、それはなぜかというと、代理権がないにもかかわらず、代理人として土地を売られたら、本人 B は困りますよね。また、相手方 C も困っちゃうわけですよ。無権代理人が勝手に土地の売買契約をしたってなったら、本人も困るし、相手方も困ると。で、そして本人 B がそんな契約知らないよって追認拒絶したら、相手方 C が一番困るわけですよね。もう B としては追認拒絶したわけだから、もう契約はなしにすることがもうこれできるわけですよ。じゃあ、ちゃんと契約をした C、これどうなるのって話になるわけですよね。契約したにもかかわらず、その契約の履行を受けることができないわけですよね。相手方 C としては、この土地をもう購入することができなくなっちゃうわけですよね。だから相手方 C は、無権代理行為について、過失なく知らない。つまり、善意無過失の場合っていうのは、相手方 C は、無権代理人 A に対して責任追及できるルールにしてるんですね。悪いことしたのは無権代理人 A さんです。で、迷惑を被ったのは相手方 C です。つまり、迷惑を被った C は、悪いことをした A さんに対して責任追及できるという話なんですね。そしてその責任追及の内容って何なのかっていうと、契約の履行請求、つまり土地の引き渡しを求めることができる、もしくは損害賠償請求ができるという話ですね。で、問い2ですね。保証協会の社員である宅建業者 A が、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、A は社員の地位を失う。丸か×かという問題ですね。で、答えはこの2週間っていうのが誤りですね。正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ。今回質問されているのは特別弁済業務保証金分担金なんですね。通常の保証金分担金じゃないんですよ。ここが、ポイントなんですね。特別って書いてあるかどうかで全然話が違ってくるんですね。通常の、保証金の分担金っていうのは会社作りました。宅建業者立ち上げましたと。で、本店だけであれば60万円納付しますよね。支店もあればプラス30万円ですよ。その額なんですけども、この特別弁済業務保証金分担金はそれではないんですね。で、これ何かというと、保証協会が還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったと言った時に、保証協会が貯めていたお金が少なくなってしまう場合があるんですよね。1社や2社が、ちょっと悪いことをして、還付請求を受けたぐらいであればいいんですけども、ちょっと、たくさんの業者が悪いことをしちゃって、一時的に、お金がなくなってきたと。そういった時に、保証協会が社員に対して、ちょっと追加で、分担金納付してくださいっていうことができるんですね。これが特別弁済業務保証金分担金なんですよ。で、この特別弁済業務保証金分担金については、通帳を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですね。なので、この点はちょっと別途頭に入れていただければと思います。
で、問3ですね。日英規制の対象となる区域について、その区域に存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる、丸か×かということです。答えは×ですね。都市計画ではなくて、地方公共団体の条例で指定されるんですよね。日英規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。都市計画が誤りということです。で、この問題必ず取るべき問題なんですね。で、合わせて覚えるべきポイントは、指定できる地域です。日英規制っていうのは、商業地域、工業地域、工業専用地域では指定されないんですね。つまり、この3つの地域以外の地域で指定することができるということです。でもこれ、覚えてくださいと言われても、これすぐ忘れませんかね。どのように頭に入れるのか、忘れにくくするのか。個別指導では覚え方までお伝えをしております。独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるかを考えながら勉強していただければと思います。まあ、今回ですね、昨日に続いて免許の基準の考え方ですね。無料の動画ではちょっとお伝えすることできないんですけれども、これちゃんと考え方、答えの導き方ということを頭に入れていただければ、もう必ず得点できるようになりますので、もしそのプロセスっていうものを知らないというのであれば、ぜひ、個別指導をご検討いただければと思います。多くの解説が考えるプロセスっていうものを省略している場合がもう非常に多いんですね。それだと全然点数上がってきません。実力って上がってこないんですね。その問題は何回もやれば解けるようになりますけども、類題、つまり本試験の問題で解けなくなっちゃうんですよ。それだと。重要なことっていうのは考えるプロセス、考え方なんですね。どうやって答えを導くかなんですよ。ここをちゃんと頭に入れておくことが合格するための一番の秘訣になってきますので、ぜひそこを押さえていきましょう。で、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと2日となりました。理解学習を実践して、今年絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導の詳細とお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。